これほどの強者が一堂に会するなど、まるで白昼だ。そう思えばホテルが必要。違うか、魔の友。クジラクルは世の将棋より降りてから物を言え。中ではすでに始まっておるか。出遅れたようだね。安心したまえ、覇王。ケイのあいつ。ここまで来たら、もう引き返せはしない。それがし、徳川家康、東照の名のもとに参陣捕まって。寂しい、北の絆。ぜひたどり着いてみせてくれ。世は本陣にてまとう。さあ来い、友よ。豊臣の将たる者が不甲斐なし。皆の者、我らが魔王様を信じよう。今なすべきは猿の軍勢を打ち払うことよ。世に咲かす風ほどの意味合いに圧巻の策を転じれば結社の一躍重鎮や。わしは決めた。この両腕を精一杯広げると。所詮は糸竹か。じれたが末に勲を求むなど死後の行いぞ。やはりその方も人の子だな。まるで我が子を眺めやる男親のごとくだ。徳川、あの裏切り者が。よりにもよって帝と魔王を追い詰めた今この時に。うろたえるな。我が軍はこの場にて家康を迎え撃つ。うつけ二人の組合など気にさせておけばよい。よい。足利の統治は誤っていた。正しい姿勢は豊臣にあり。愚かな王がもたらす布告、そして強兵、我が正すはそれのみ。所詮は猿よ、偽りの王よ。良きかな。あえて言う、もう一段上の猛者を置くべきではないかな。お前はよ、不正の手間も省けた。総力を持って世に当たらなんだ。その豪華ミス。よく言う。力で勝った者には先へ進む権利がある。英傑乱によるムクロ林を練り歩くもまた一興か。あえて私に差し出すとは、彼は隣人か何かかな。窮地にありてこそ熱く燃えよ。それすなわち聖である。豊臣が将の意地我に見せてみよう。かしこまり候補。寂しいって。不安と騒乱があるならば、我らこそが無数の指よ。このども、どれだけ押し込まれようと違反は許さんぞ。それは何ぞ。やるなのか、秀吉殿。そしてまだ見ぬ最後の帝、あなた紛れもなくこの日の元の英雄だった。さて魔の子、ここで油を売っていてよいのかな。ふっ。惑わず臆せず。ほう、第五の曲と語る。手始めに我を選んだからには覚悟はできていような。下がれ。腐った世にそそのかされし愚か者どもが。誰が。寂しい。さはつかぬ。我は腐さぬ。行くぞ。無事帰り、今宵拙者と組み交わそうではないか。
秀吉殿、力を超えてみせたのか。知りたいが、何によってそれを果たしてみせたのか。ケイトではさえずり合いにすらならなかったな。誠を立たせ。この拳から伝わる痛み、忘れはしないと約束しよう。策を練り直すならば今しかないぞ友よ。ものにしてはか。面白し。力には誰も抗がえない。いや違う、絆は不滅だ。心見し者、マジし者、そのいずれもが過ちぞ。固定ものよ、そは弟リスをいかんとす。よよ、制する夢に溺るか。三千世界にはびこりし、生きとし生けるものよ。余が愚鬱となり果て、無限の時を流らえよ。さあ、引きずり出してくれたまえ。私のお家にてこんこんと眠るこのかけらたちよ。所詮は世も、ゆえより逃れられぬものであるか。不思議だな。三つものスグルが完全なる器よ。刑の底には何がある。賢き友よ、それを見せてくれるのだろう。求めずしていいでし、第四のものよ。その方こそが世を八千子としてくれるのか。情けない将軍を下す意味があるのか。だがこれはいささか薄い断定。今なお世が導く時代を望む友がいる。新しき時代が世を選ぶならばさもあろう。ああ、熱いぞ。ありがとう、友よ。忘れえぬ記憶よ。ささか飽きたな。耳にしたいものだ。私を変えるほどの音色を。